今日は先日ウクライナのバイオリニストを招いて開催したホームコンサートから何曲かを配信いたします。今日登場するバイオリニストウラジミール・ボデクさんは古くからの私の友人で、昔フィルハーモニーでよく私と一緒に共演してくださっていました。戦争が始まったのでウクライナのテルノーピルという町から奥さんと一緒にポーランドへ逃げてこられました。今もウクライナに残る息子さんや娘さん、そしてお孫さんのことを心配しながら駐車場の管理人をして暮らしを立てておられます。78歳になられる今もプロのバイオリニストとしての誇りを持って立派に演奏されるお姿を拝見すると感動さえ覚えました。クリスマスにはウクライナへ帰って家族に会いたいとおっしゃっていますが、それまでに戦争は終わりそうにありません。まずは彼がアカペラで演奏したウクライナの民謡を聴いていただきましょう。空を見上げて思うという題がついているそうですが、なんだかとっても悲しそうに聞こえたので、悲しい曲なんですかと質問しますと、今は戦争だから悲しいんだよという答えが返ってきました。ああ、音楽ってなんて正直なんでしょうね。今日は最後にスラブ情緒たっぷりの2曲を聴いていただきます。1曲目はエネスコ作曲のルーマニア教師曲からスクローネク、2曲目はモンティ作曲のチャルダッシュです。ルーマニアといえばドラキュラ城で有名な国ですが、私の大好きなピアニストリパッティを生んだ国でもあります。エネスコはルーマニアが生んだ有名なバイオリニストで作曲家でもあります。今日ボデクさんが演奏するスクローネックはかなり彼の即興が入っています。2曲目のチャルダッシュは酒場風という意味の音楽ジャンルの一つで、以前ご紹介したジプシー音楽として有名です。19世紀にウィーンをはじめヨーロッパ中で大流行を極め、当時ウィーンの王族はチャルダッシュ禁止の法律まで作ったほど。モンティはイタリア人作曲家ですが、流行に乗って作曲したこの曲は大ヒット。でも実質的にはこの曲を除けば無名の作曲家だと言われています。それでは11月29日のホームコンサートよりスクローネクとチャルダッシュお楽しみください。Thank you.
Thank you.